JPHML 理事砂田と申します。今日は全ホメオパシーを中心に短い時間ですがお話をさせていただきます。ホメオパシーが日本に伝わってから二十数年とまだ日が浅く、誤解や誤って伝わっていることが多いように思います。今日はですね、ホメオパシーとはその創始者ハーネマンの治療の変遷、全ホメオパシー、ホメオパシー的予防の5つのポイントでお話をさせていただきます。この方がサミュエル・ハーネマンさんですね。ホメオパシーは約200年前にドイツの医師サミュエル・ハーネマンによって確立されました。ハーネマンは大変優れた医師でしたが、その当時の医学に絶望しまして一時期医師を辞めてしまいました。しかしあることがきっかけで同種療法を発見しました。それからの彼はですね、副作用のない穏やかな治療法を追求し、同種療法、つまり症状と同種のレメディで自己治癒力を触発して自らが健康になるホメオパシー療法を確立しました。そしてハーネマンは同種の原理を発表してから20年かけて医術のオルガノンを出版しました。オルガノンは医学の実践の理論書であると同時に哲学書でもあります。私たちホメオパスにとってはバイブルです。ハーネマンはその生涯にわたって経験と実践、研究を重ね、新しい発見があるとオルガノンや慢性病論などを書き換え、最終的にはオルガノン第6版、慢性病論第2版まで改訂しました。その他にマテリアメディカプーラーや小論集なども残しております。次にハーネマンの治療の変遷についてお伝えしたいと思います。ハーネマンはバイタリティあふれる飽くなき真理の探求者で実践家でした。例えばオルガノンの変遷を例にとってみますと、1829年オルガノン第4版を出版しました。その時は再同種のレメディを一粒与えて100日待つという方法をとっていました。その6年後1835年にはですね、第5版では粒のレメディを反復投与する方法に変わりました。その7年後第6版ではですね、それらの方法を放棄して LM という5万倍希釈で100回叩くという液体の形で頻繁に反復投与する方法に変わりました。第4版では1粒与えて100日待つという方法、それから第5版では反復投与する方法に変わり、第6版では液体の形で頻繁に反復投与する方法に変わっていったんですね。イギリスのオメオパスで医師でもあるユブラジ・シャルマ氏はですね、ハーネマンが今も生きていたらオルガノンを89版まで重ねていたのではないかと表現しています。なぜこのように方法が変わっていたかと申しますと、特に晩年ハーネマンが移り住んだパリではですね、今までにないような遺伝病によって複雑になった患者を多く見るようになったんですね。ハーネマンはですね、決して自分が打ち立てた法則に固執するような人ではありませんでした。いかにその人々を救うかという難題に果敢に向かって努力していたんですね。そしてハーネマンは真実と分かれば勇気を持って以前のメソッドを捨て、新しいメソッドを発表し実践していったのです。この詳細はですね、リマ・ハンドリーの晩年のハーネマンに診療日誌とともに詳しく書かれています。ご覧になっていただければよりハーネマンを理解できると思います。これが晩年のハーネマンの表紙ですね。これはですね、ゆい先生がハーネマンの診療日誌などをご覧になっているところです。彼はですね、真の医学を追求する闘士だったのです。このハーネマンの継承者の一人にコンスタンティン・ヘリングという医師がいました。彼はアメリカにホメオパシーを普及した人です。実はヘリングはですね、ある出版社からですね、ホメオパシーは何の科学的根拠もないインチキ医療だということを検証し、それを証明する本の執筆を依頼されていたんですね。そこで彼は徹底的に調べました。ところが検証してみると、これは一体何ということだ、ハーネマン医師の言う通りだ、なんと素晴らしい治療法であることか、ハーネマン医師がホラーをついているなんてとんでもない、すべて検証済みの結果だったのだ、それを確かめもせずそんなことはありえないとか科学的ではないと笑い飛ばして済ましている医師たちこそが非科学的であると彼はホメオパシーに転向してしまったんですね。そして1848年にはですね、フィラデルフィアにハーネマン医科大学を設立するなどアメリカに広めました。また治癒には一定の方向性があるというヘリングの法則を発見したのも彼です。その彼が私たちに大切な言葉を残しています。
ホメオパシーの理論と実践において、ハーネマンが成し遂げた以上に前へ進むことが我々の全員の義務である。我々の目の前である真実を求め、過去の過ちを捨て去らなければならない、という言葉を残しています。その言葉通り、約200年にわたり世界の多くのホメオパスたちが理論と実践を重ね、ホメオパシーを発展させてきました。そして日本においては、ユイ・トラコ JPHAMA 名誉会長であり CHOM 学長が開発した全ホメオパシーが発表されました。この全ホメオパシーもですね、一朝一夕にできたわけではありません。ユイ先生が日本にホメオパシーを普及し始めた当時から、すでにですね、ハーネマンの時代以上に複雑になっていました。つまり今までのやり方では太刀打ちできない状態だったんですね。それから20年以上にわたり海外の大家に教えを請い、オルガノン第6版慢性病論をハーネマン当時の古典ドイツ語から直接日本語に訳すなどして、誤って伝わっていることを正し、そして由井先生の実践と経験から一つの集大成としてできました。世界各国の学術大会で由井先生がこの全ホメオパシーで多くの改善したケースを発表しています。そして多くの賞賛を得ています。いつしか日本で生まれたことから全ホメオパシーと呼ばれるようになり、世界的に認知されています。この写真がですね、世界の学術大会での模様です。その功績からですね、インド政府が発行したホメオパシー科学穏やかな治療法の翻訳と発行権を JPHMA が委任されています。そしてホメオパスたちが全ホメオパシーで多くのケースを改善させていることは、毎年のコングレスの症例発表やホームページでも確認できます。次にですね、ホメオパシー的予防についてお話をしたいと思います。今回の新型コロナ対策としてですね、 JPHMA からサポートコロナ等の対応策を世界に先駆けて提案し、多くの好評を得ています。実はハーネマンは予防医学の先駆者でもありました。オルガノン第6版33章ではですね、症候熱をベラドーナで予防したケースが載っています。現代においてもですね、インドではデング熱の感染予防にレメディが配布されたケースや、今回の新型コロナでもですね、アーセヌカムが提案されたことをご記憶の方もいらっしゃると思います。2013年第14回 JPHMA コングレスではですね、キューバからグスタボ・ブラチョ博士が来日しまして、レメディを使ったレプトスピラ症の感染予防の詳細な報告をされました。このレプトスピラ症はですね、キューバで約200万人に感染する危険性が非常に高かった感染症なんですね。ブラチョ博士はですね、フィンレイ研究所にを推進するホメオパシー的予防法は、従来の代替療法が埋めることのできなかった穴をより迅速に効果的に安価に埋めることができると述べていました。はい、この方がブラチョ博士ですね。はい、キューバの国立フィンレイ研究所におけるレプトスピラ症ホメオパシー的予防の実証ということで、コングレスで発表していただきました。ハーネマンはオルガノンをこのような言葉で書き始めています。医師の最高で唯一の使命は病人を健康にすることであり、これが本来の治療と呼ばれるものである。理想的な最高の治療は、速やかに穏やかに持続的に健康を回復させることであると言っています。地位や名誉やお金ではない、人を健康にすることなんだ、というハーネマンの強い信念が表れている言葉だと思います。私たちもこのハーネマンの言葉を忘れることなく、全ホメオパシーをですね、柱として理論と実践において前へ進むことが義務だと思っています。先ほどホメオパシーは自己注力を触発して自らが健康になる療法だとお伝えしました。忘れてはならないのは、私たちにはこの偉大なる自己注力が備わっているということです。それを医学の祖、古代ギリシャのヒポクラテスは、人は生きながらにして体の中に100人の名医を持つと表現しました。今回の新型コロナを見ていると感じるのはですね、毎日怒涛のごとく流れてくる数字や情報で、必要以上の恐怖と混乱があるように思います。恐怖から自己注力への疑い、それが不安や迷いにつながり、何かへの強い依存という悪循環に陥ってしまっているように感じます。もちろん感染症を楽観的に考えてはいけないと思います。それなりの対策は必要です。しかし私たちには自己注力も備わっているのだということを忘れてはならないのではないでしょうか。
そしてきちんと根拠を挙げて解析されている専門家の先生方もいらっしゃいます。一方的に流れてくる情報ばかりではなく、ヒステリックにならず、パニックにならず、冷静にご自身で調べて判断することも大切ではないかと思います。 JPHMA ではですね、ホームページやメルマガ等でですね、情報を提供しておりますので、ご参考になされてください。私が全ホメパシーをですね、実践する中で感じるのはですね、感染症だけではなく、がん、リウマチ、うつ、パニック障害など難しいケースでも改善率、治癒率、治癒速度というものが上がったように感じます。そればかりではなく、クライアントさんが自身がですね、恐怖や不安から何かへの依存という悪循環からですね、しっかりと自分の核や自信を持たれる方が増えているように感じます。生きるのが楽しくなった、やりたいことが分かった、感謝の気持ちを初めて持てた、希望を持てるようになった、自分の気持ちを言えるようになった、人は怖くなくなった、生きている実感があるなどという言葉をいただきます。このように人はよりよく生きることができるのです。病気や発症は必ずしも細菌ウイルスばかりが原因ではなく、自分の状態が決めることでもあると思うのです。今のコロナだけではなく、病気というのは居ついてしまった状態だと思います。一つの考え、一つの状態に居ついてしまう、固まってしまうと、私たちは視野を失います。先ほどのクライアントさんたちが改善した時に語ってくれた言葉はですね、その居ついた状態から自分自身を解放した、自由になったということだとも言えると思うのです。私たちの体にはホメオスタシスがあります。私たちが恐怖にとらわれている時でも、心臓はきちんと動き、血圧は一定に保たれ、1秒間に1000万個以上の細胞が新旧抗体があり、90秒間に約100万個以上もの免疫を司る抗体が合成されているそうです。私たちの体はこのように休むことなくダイナミックに活動しているのです。私たちの自己注意力の素晴らしさを感じます。そして自分が健康になれば、家族や周りの方も喜びます。健康や幸せは分かち合えるからこそ素晴らしいのですね。その私たちの身の回りにある動植物、鉱物などを希釈浸透して、自己注意力に働きかけるようにホメオパシーのレメディは作られています。幸いにも今の日本では病院や医療機関も充実しています。そしてホメオパシーをはじめとして、たくさんの自然、自己注意力を触発する素晴らしい療法もあります。お互いの差や優劣を云々するよりも、先人たちが作り上げてきたものを先へ進めるべきではないかと思います。今日は皆さんの健康のためにも、全ホメオパシーという選択肢もあるのだということで、ご提案をさせていただきました。ありがとうございます。